はい、ありがとうございました。では次に志村さん、再度質問したい事項または別のテーマからご質問があれば30秒以内でお願いいたします。選択テーマの中から一つ選んでいます。民間との共演についてです。市行政の中で民間の協力を得ることは必要だと私も思います。しかしその手法が慎重にしないといけないと思います。副従園正規職員は20人いました。その人件費が1億4000万円は介護費が支払われている。それから行政職31名増えている。このような民間委託や以上が本市の財源を招いていないかどうかお答えください。はい、佐喜眞さん、では民間企業との共栄、についてのご質問でございます。ご回答の方をお願いいたします。ちなみに今副従園という名称が出ましたから副従園の話をさせていただきますけれども、過去宜野湾市は3回行政診断を行ってございます。行政診断という人間で言えば健康診断、その時に副従園という施設というのはもう全国的に言えば直営はないもんだから、沖縄県でも唯一宜野湾市だけでした。もう民間に委ねた方がいいということを3回の行政診断で出たわけですね。3回で、それ一般会計から出る赤字分の補填は3000万から4000万、多い時7000万かかる。で、私はその行政診断に基づいて民間に委ねました。結果として約9年間、これから先9年間、14億円以上の負担が軽減したわけです。その時々にやってればもっと効果があったはずですけど、できなかった。いや、逆に言うとやらなかったんです。なぜ健康診断を受けてあなたは病気になるそうですよと言われているのに民間にやらなかったっていうのが私は不思議なぐらいだ。以上です。はい、佐喜眞さんありがとうございます。それでは志村さん、再度ご質問があれば30秒以内でお願いいたします。副従園はですね、特別会計だったんですよ。それでその人件費は特会ですから、そこから収益を上げたもので支払ってたんです。それが今度はこの職員を一般行政職として移してるんですね。その22名これを一般行政職としてやっていくためにまたお金が必要なんですね。今度は収入ない一般財源の中でこの給与を払っていかないといけない。これが行政の職を賃金を増やしているということを私は再度確認をしたい。改革にはなってないという。はい、ではただいまのご質問に対しまして1分以内でご回答お願いいたします。視点の違いはあるにしてもですね、志村さん、ですね、3回の行政診断でもう病気になりますよと言われているのに、それを治療しなかったということは大きな問題なんです。で、私は先ほど申し上げたように行財政改革というのは、一つは財源的効果、もう一つはしっかりと市民サービスの充実、さらには組織としての宜野湾市の組織としての充実、職員の仕事量の充実なんです。そういう中で総合的に判断をして、私は副従園というものを民間に委ねて、先ほど申し上げますけれども、これから先9年間で約14億円の負担が軽減したと。以上です。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。